はいどうもやです今日めっちゃ鼻詰まってるなん,かなんか知らんけど寒いとかじゃないんだけどさ別に今日特別いやまあ寒いけど言うてなんか昨日とかまあここ数日寒いっちゃ寒いんだけど特別寒あのねずっと寒いよって言ったら <laughs> なんで別にそうってことないんだけどとりあえずなんかちょっとぬくくなってきたから逆に逆にまあ,あの雨えっ、ー、と昨日、うん、昨日の昼ぐらいまで雨降っててまあ俺ちょっと昨日用事があって夕方ぐらいまで出かけてたんだけど えっと昼過ぎまで降ってるってもともとそういう話だったんだけど実際蓋開けたらえっと降ってたら何時かな1時過ぎぐらい 2, 2時前ぐらいまでしか降ってなかった多分でも結構途中でやんだからあーあーやんだよかったねみたいな感じだったからね昨日なんでね別にだからまあ風強かったから寒かったといえば寒かったけどまあ言ってそこまででもなかったので昨日はね だから何なんだろうね別に俺風邪ひいてるとかじゃないんやなんか風邪っすかみたいなことたまに言われるんだけど鼻詰まってるからあの黄砂とかあのまあまあ、まあ、花粉もまあ当然あるしみたいな感じだよね基本的にはなのであの仕方ないんですけどねはいえーとこれサムねえっ、ー、とねタイトルえっ、ー、と推しというものということでえっ、ー、となずなちゃん雨宮なずなちゃんをね出してるんだけど俺まあこれえっ、ー、とね今 LINE の方もこれにしてて。 今は,あ今はあのイラスト前あの依頼したやつを使ってるかな。でまあこれ前からよくね使ってたりでまあまあもともとね推しだろっていうふうにさ、まあ、自他共に言われてる話なんですよあのなずな雨宮なずなちゃんに関しては。あのツイッチの配信もねたまに覗いたりしてるしえっ、ー、とまあ切り抜きをまあ見たりとかあの,あのケイソン総長とコラボしたりとかしてるやつなんか特に見たりしてるんだけど。 ちまあまあちょいちょいい見てるんであのそこまでねゴリ押しってわけでもないんだけどまあただ永遠の推しみたいなところはあるんでそのまあまあというか認知されてるよねそういう風にあにお前,お前はこの子が好きなんだろうみたいな感じで認知をされてるのでえーとまあそういうイメージがあると思うんだけど推しというものっていうか全然んかねあのまあねなんかそうだよねだからまあなんかねめちゃくちゃその。 ゴゴリゴリに押してて、まあ、毎日配信に張り付いててっていうほどのことではないんだけどそれこそねミクロとかでもそうだけどあのー、まあねそれで関わりがあったので結構その定期的に配信見てるしミクロも。でそのなづなちゃんに関してはそのコメントが流れが速いのでツイッチの方なんかあの英語圏の人たちがめちゃくちゃ多かったりするし。 あのー、YouTube の方で配信はあんまりしてないからまあ三毛猫さんの方のアカデはやってるかやってるけどまあそっちもね流れがめちゃくちゃ早いので、まあ、当然ねリスナーも多いしだからまあ見てたまに見てはいるんだけどその追いつけないんでね基本的に <laughs> その会話にも別にスパチャとかめっちゃしてるわけでもないしねはい。 だからその世間的にそのいやお前金使ってないやんけとかそんなに見てないやんけって言われたらそれまでなんだけどただその俺はやっぱ感覚的に好きなのでなずなちゃんが美人も当然好きだしその魂も含めて好きなんで長くねもう言うて1年ちょいかななずなちゃんになってからどれぐらいなんだろういつデビューだったか言ってもまあ去年どっちにしても去年なんでねまだ1年はたって。 ななないいいのかか多分立って立ってるか立ってるぐらいだよねまだね言うてだけどまあまあまあずっと追ってきてるしその三宅さんの方もそうでしたし、まあ、ルシアちゃんもそうだしねだまあずっとその見てきているのでその性格面とかそういうなんか内面的なものも含めて割と好きなんでだからその配信一個一個がどうのこうのとかそれはまあ切り抜きとかでも終えるので言ったらね。 た,ただまあそういう部分まあ出来事だったりとかまあ例のねルシアちゃんの件も含めてまあそういうのも含めてまあ好きだと思って推してるのでっていう感じですねでえっ、ー、とまあこれ推し推しの話とちょっと関係ないっちゃ関係ないんだけどそのいやちょっとねこれ本当に余談本当に余談です今日のこのラズナちゃんとも関係ないんだけどあの俺ね最近,最近でもないけどほんまにえっ、ー、と 4, 年ぐらい前俺本当にね大阪に出てきたのが56年前なんだけどそれぐらいの時期にえっ、ー、とまあまあ仲良くしてたというか付き合ってた女の人がいるんですよねその時で <laughs> いるんだけどえっ、ー、とまあその当時にえっ、ー、とまあまあそれもあるんだけど、まあ、半同棲みたいな感じしてたんだけどまあ多分ねその結構年末とか冬場の辺りだったと思うんだけど。 えーとその辺りに、まあ、まだ俺ね結構その時まだ同人のね作家みたいなことをしててまあ一体同人誌のまあ俺絵描けないんで、えー、と文章をね書いたりしてたんよその小説とかね。 でそれを書いててまあ結構いろんな作品書いてて今でもう当にちょいちょいいじったりしてるよね <laughs> 一応は。その全然かけてはないけどちょっと割とやることも多いからなかなかその細かい作業ができる余裕が正直ないし何よりそのクリエーション的な脳がなかなかそっちに向けてないんで結構これ難しいとこなんよ。 言われたらそれまでなんだけど結局ね他のところにそのクリエーション的な,なんか俺のクリエーター的なこうものが動いてるんで動画だったりとかまあ配信まあ配信は今やってないけどまあその Twitter でどのこうのとか誰かと絡んだりとかみたいなことに今ちょっとそのクリエーション的なものそういう発想的なものがそっちに向いちゃってるんでその同時でなんかえーと二次創作の小説を書こうみたいな元気があんまりないよね今正直ね。 えーっと書けてないわけよ。で書けてないけど過去にめちゃくちゃ過去に書いてたよね。そういうのでえーっとまあ、それの今は。 まあその跡地というかまあ、今そこ書いてある小説みたいなも当然あるんよまあ、残ってるよね当時書いてたやつが。でそれをまあ俺たまに見るんよね自分で。あのあ俺こんなの書いてたなとかああこういう設定あったなみたいなことでちょっと読み返したりとかなんかのネタにしようと思ったり見たりするんだけどそこにねこれめっちゃどうでもいい話どうでもいいっていうかまあどうでもよくはないよ俺,俺の感情的にはどうでもよくないけどその他の人から見たらほんまにどうでもいい話なんだけどあのー。 なんか、ね、そのファンの,そのまあコメントみたいなやつ,、まあ、つ YouTube で言うとこのなんかコメント「まあ、これ面白かったです」とか「まあ、これつまんねえよ」みたいな言ったらそのコメントみたいなやつが、まあ、何個かついてるんよその俺の書いてたやつに、まあ、当時はなかったんよ俺が書いてがっつり書いてる当時はなかったんだけど、まあ、当時コメント機能みたいなのもろくになかったから。 だけどそのまあ何年か経ってその跡地を放置してるもんだからそこをなんかたまに見に来たであろうまあ俺の知り合いなのかもしくは偶然見ただけの人なのかまあその作品が好きで偶然その見てくれた人なのか分かんないけどその人がなんかこれ面白いです続き書いてくださいみたいなのがあったりとかしてるんよね普通にだけどそこに。 あのな,なんだっけかな何のやつだったかな,なんか、まあ、某 RPG ゲームの,その二次創作の小説か何かのやつであのコメントが一個ついてたよこれコメントついてなかったよなと思って誰と思ってなんかついて書いてあったよでなんか、あのー、当時昔よく見てたんですけどなんか最近書いてないんですねみたいなコメントだったよもう,もう本当に普通のコメントよ言ったら、あのー、残念ですって、まああのー、たまに見てますみたいなこと書いてあったわけよね。 だからああと思ったよ最初はね一瞬そのああまあなんか当時見ててくれた人らおったんやなと思って見てる人なんかそうおらんと思ったから俺当時ね。 だだからああそういう人いい人ててくれたたんんやなーって思っ思けど一瞬でもよくよく考えたらその文体とかその文章の書き方とかその,その、ね、コメントのねその文章の書き方とかさその名前とかまあ、名前もそうだけ名前もちょっと見たことあるみたいなこれ,これさ本,本人じゃねえっていうか言ったらその俺がそ,のそれ書いて同人で活動してたの,をその元カノ知ってるからさっきのね。だから これ本人じゃね <laughs> って思って俺いやまあ多分本人だと思うよ。一応その時に俺は特に本人だっていうことをまず気づかない状態でその返信をしたよ一応まあそ,のそんなん書いてくれてたからあのちょっと今忙しくて書けてないんですよみたいなことを軽く返事みたいなの書いたんだけどよくよく考えたらこれ元カノじゃね <laughs> って思ってあれ <laughs> と思ってしかもさ俺 LINE 知ってるしさ繋がったままだよ。で全然連絡取ってないけどたまになんか本当にどうしてもの用事があったりしたら来たりして。 知っってててたからるるしその繋がってはいるんよねだから別に直接言おうと思えば言えるんだけどお互いにねだけどそこに書いてあるみたいな,な何なんだろうみたいないやなんかねそれは確証ないんよその本人かどうか分かんないんだけどその普通に本人とその他人のそなみたいな話の可能性も当然あるんだけどただなんかめっちゃ似てるしなんか書き方というか言い回しというか絶対そうじゃねって思いながらだけど何とも言えないなみたいな。 まあまあまあ確かにその,その子は楽しんでくれていたのでその,そのね同時作品俺,が俺の作品を楽しんでくれていたのでだからまあ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 そういうふうに思ってるかもしれないなとは思ったけどまあ俺はまあだから今別の形でこういうふうに活動してますけその子に言ってないから <laughs> そのこっち見に来られてもまあ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 見られたいっちゃ見られたいけどちょっと難しいかなみたいなところがあったりとか。 なんだからなんか <laughs> すごいね変な感じだったでも俺らこれ推しというものとつなげて言うんだとしたらそのやっぱりその推しっていうとなんかそのイメージ的にはさもうほんまに推し命ですみたいななんかそのねまあ若い女の子とかもそうだし男の子でもそのアイドルオタの。 ね、男とかでもそうだけどそのも,うもうなんか全てを捧げますぐらいの感じでやってる人たちも当然いるからなんかそういうイメージあるけどそ,のそこまででじゃななないいんんだけけどなんかどっかかっっがり続けててるるみたいなってあるよね正直もう例えばさっきの元からのことで言っても俺別に未練があるわけでもないしその未練というよりはその本質的なもので合わないよなっていう部分が正直俺の中であるのでその,子その子とその今後やっていくにつそのまあ 別れた理由とかもそうなんだけど基本的にその合わなないだだろうなってだからそのどっちその,そのまま一緒にあれしたとしても幸せになれないとお互いにまあ特に相手は俺は正直だましだましでいけるかもしれんけど相手は正直幸せになれないからその俺みたいなもんで一緒におってもねだからそういうのもあったんだけどそのなんかねまあそういうのでどっかつながってるからまあやっぱそのなんかね悪い 何だろうなそのわ悪いものだと思ってないから否定してないからその、まあ、こんなこともあったよねって思えるって割といいことなのかなと思ってだから推しとかでもそうだよねだからもうほんとゴリゴリ見て今は見てなくてもでもやっぱこの子好きだなって思えるのってやっぱり。 いいことだよよなと思うよねだからその飽きちゃった時にさ例えばもう飽きたっていうと言い方悪いけど例えば何かずっと見てて熱中しててでまあそれ、まあ、ある程度もう見終わってさ飽きちゃってさ、まあ、がっつり見ることもなくなってさその話をすることも例えばなくなったとするじゃん、まあ、俺,で俺で言うと例えば日暮らしとかでもそうなんだけどでもじゃあ日暮らし好きじゃないのかって言われたら好きだし今でもそのストーリーも全部好きだし割と覚えてるしで言われたら喋れるしその話をね。だから そ,のそういう感じでさやっぱりその熱が冷めた後でもそれのことがいいその作品がいいとかその人のことがいいって思えるっていうのがやっぱ一番その推しだったりとかさ、まあ、恋愛で好きってのもそうだけどそうなんじゃないかなと思うよねやっぱりただ単にその熱がある時だけそいつのことそいつそいつにずっと名前言ってて熱冷めたらもうこいつのどうでもいいわってなるんだったらそれは推しでもなければ恋愛でも正直ないと思うよ、ね、なんか一過性の感情だけでしかないから。 そのまあねよくなんか恋愛とかってさ、まあ、恋愛とかそう推しとかでもそうだけどその、まあ、依存だったりとか,、まあ、なんか執着だったりとかそういうものが多いわけじゃんだから結局そいつにまあ嫉妬したりとかするわけでだけど、まあ、そういうのをもう超越した何かがあっ,てこのあってからこそやっぱりそうかなって永久にその,その人のことを見てられるのかなって思うけどねぶっちゃけると。 はいまあ、そんな感じで、まあ、お尻とまあ恋愛とかの話をねちょっと今日はさせてもらいました。